話し手がきっといろいろ答えてくれるんじゃないかなっていうことを書いてみてください。3、2、1、スタート。子どもたちに伝えたいなって思うのは、誰かが何かをしたいって本当に思った時に支えてくれる人が必ずいるっていうことを。福島に生まれて、福島で育って、福島で働いて、福島で結婚して、福島で子供を産んで、福島で子供を育てて、福島県が震災の後に多くの40区の被害を抱える中で、やっぱり私は原点に立ち戻りたいなっていう風な思いはあったんですね。でそのままそれをこう深く考えずに書いたんです。福島で最後を過ごす、それが私の夢なのです。あなたが福島を大好きになれば幸せです。大人たちが選択を迫られたと思うんですね。私たちはすごくこう困難に見舞われた時でも選んでいかなきゃいけないなって感じたので、目の前にいる震災を知らない子どもたちに対してもこう何かに直面した時に自分で決められるような、そんな力をこう持って生きていってほしいなって思います。